厨房の裏折り紙ラジオ、メインチャンネルの裏トークをしながら折り紙を折ります。今回はギラファー2折っていきます。今回もご視聴ありがとうございます。間違えた。ギラファー2かっこよくね折れたんですけど、まあね1と比べると段違いにねかっこいいと思うんですけど、結構難しいかなと思ってね、っていうか見直したんですけど、一回予習で。いや、本当にね、全くわからんかったですね。自分でやったからわかるけどさ。いや、これはちょっとね、難しいな、動画見ながらやるの。思いましたね。ただまあ、今日はカフェオレです。今日は、まあ、今回はねそこも踏まえてなんか折りやすく解説も入れながらできたらいいかななんて思ってます。まあ寒くなりましたね、本当に。シャミが出るかもしれないですね。部屋が寒いですね。こたつなんですけど、これ寒いですね。ほんと冬来ちゃった感じで、なんかやっぱり夏のイメージがあるから、虫ってもうなんか秋の虫とかの声も聞こえなくなっちゃいましたよね。いやー本当にいいんですけどね、冬の晴れた日とか、まあ、嫌いってわけじゃない。まあ冬生まれなんで、どっちかっていうとね。ただまあ夏の、まあ夏は夏でいいし、冬は冬でいいということにしとこう。ワクワクする時期、冬は冬でこう蓄える時期みたいなイメージですね。カブトムシは幼虫飼育とかね。カブトムシ、国産のねカブクワの飼育は幼虫飼育を頑張るという感じですよね。最近全然手つけられないんですけど、後で最後にギラファとか羽化してる成虫ね見るの大丈夫っていう人は、見せようかなと思うんで見てくれたらと思います。いやほんとね動画早くて、やっぱでも今改めて思うとね、本当に、見づらいなって自分でも思っちゃうんですけど、ただまあこの時もこの時でね、慣れてないのもあるけど、結構必死で厨房は厨房でやってるんで、まあ温かくこうというか許してやってほしいですね。これは今回見やすいのかな。ご視聴本当にね聞いてくださる方、見てくださる方ありがとうございます。土日でね結構見てくれる方、聞いてくれる方が、結構いて、まずサブチャンでやってることを多分知らない方が大勢いて、なんかおすすめっていうかあれで出てきてなのかな、ちょっとね再生、していただけて嬉しいですね。まあ、メインチャンネルが本当にすごく再生される方がもちろん嬉しいんですけど、サブチャンもねこうやってまあほぼこっそり1回だけ最初告知したけどね、まあ、結構その隠れてやってるんで、本当に嬉しいですね。ってのもな、編集がめちゃめちゃ大変で、週2投稿、まあ創作練習撮影で編集と、編集はやっぱ12時間とか10時間は短くてもかかるし、10時間まあ休憩言いながらですけど本当に
しんどくてですね、折り紙こう音楽聴きながら折ってるとか、テレビ見ながら折るとか、 YouTube 見ながらね折ってるのは全然楽しいんですけど、いやー本当に編集というやつはね大変ですからね。この編集がほぼないこのサブちゃん動画はね、編集ない状態である程度再生していただけるのって本当に嬉しいことなんだなって思って、本当にありがたいです。だからこれをね見つけてね、聞こうって、まあ、もちろん1回で全部聞くんじゃなくてね、回数分けて聞いていただける方もいると思うんですけど、いやー気楽よいしょ、まあ、一緒に撮ってる人もいるのかな、わかんないですけど、単純にその視聴者さんの実際をね、これ見ようっつって見てる、選んでね見てくれてる人の年齢が知りたいですよね。アカウントの、 その YouTube スタジオで視聴者の年齢は見れるんですけど、ただねその実際メインでこれ見ようっつって見てる人が何歳なのか分かんないですよね。しかもまあ子供向けにしてないですからね、動画の対象年齢を。まあここは折り線でね起こしていくスタイルだから、まあそんなに難しくないですよね。こいつをこっちに倒すとね、それによってやっぱりその動画の内容とかね、音楽とかどういう話題をしていくかとか、まあ結構気になりますけどね。だからあのこれ聞いてる方でもしよかったらあのコメント多分開放してると思うんで、そこに、数字だけでもね、皆さんの年齢の数字だけでも、ポンって入力しといてくれたら嬉しいですけどね。実際何歳よ、0歳よとかね、1歳よとか、10とかね、あると、ああ、じゃあもっとファンシーな音楽にしようかなとかね。いやそれはないか、普通に、いやいや何年生ですよとかね、小学何年生、94歳ですとかね教えてくれたら嬉しいですけどね。まあ、3、40がうちのチャンネルはメインチャンネルはね多いみたいなんですけど、お父さんお母さん世代ですね。ただまあ小学生の、お子さんがまあメインで見てくださってるのかなと思いますが、これやったら折り返していくんだけど、折り返しちゃっていいかな、明るさ足りてる、ちょっとまあ撮影時間が夜なんでささやくように喋っていきますが、喋ってない時間はね、そうそう、ここをギリギリにしてこっちをここのラインで折り返して角をここってやる、分かりやすいのかなと思います。ここの角でこうこうこうつってね、でこう真ん中をへこませて閉じると、新しく抜かしたのが今日掘り出しやって、タランデスと虹色、まあタランデスはオス、虹色はメス、めっちゃ救急車消防車かあれなっとるね、
ウカ掘り出しをしたんですけど、まあ、あんまり構ってあげられなくて、ウカはできてるけど小さいみたいな可愛い子が出てきてるんで、よかったら後で、忘れなければつけとくんで見てください。うちの子を見てってね。飼育ツイッターやっぱねやってないと、ツイッターでねたまに飼育載せるんですけど、ほとんど折り紙の今告知とグルばっかですね、うん、他の人の飼育のやついいねしたりとか、飼育はあんまりこうがっつりできてないんで、あんまり更新することがなくて、ツイッターはちょっと寂しいですけど、まあもしかしたらタランドゥスはちょっともう浮かしてきたのはヤフオクで、厨房のヤフオクページで出して、ちっちゃいんですよ、ミニサイズなんですけど、こう切っちゃおうかな。まあよかったら、多分ペアで出すんで、観賞用でもブリード用でも、飼育していただけたら嬉しいですね。厨房の代わりに河原菌糸なんですけど、河原菌糸をちょっとねめんどくさいんですよね。普通に土を詰めればいいっていう種類じゃないんで、まあ黄金鬼もそうなんですけど、やっぱね大きいからね、幼虫もでかいから、タランドゥスはよく食べるし大変です、飼育が。ここで境目で降ります。いいっすね。でもね、こう室内で、外寒いから折り紙とかこたつとかでねやったり、夜なんてほんと寒くて、まあ子供は関係ない、大人っすよね文句言ってんのは多分ね。おうちの人いかがですか。でもまあインドアな子も今時は増えてんのかな、ゲームしたりね、スイッチしたりね、うん、折り紙とか絵描いたりとか全然いいと思いますけどね。一番いいのはもうなんか好きなことをとことんやるのが一番大事だと思うんで、大人も子供も夢中になれることがあるとか幸せなことだなって、ここってきます思いますね。動画はもう全然見てないですね、さっき見たんで、うん、こんな感じか、うんうん、はいはいはい、ちょっと考えよう。そうだな、こっから胸やった方がいいな、開いちゃってるよ。ギラファどうしよっかな、というか、あ、ヤフオクのね販売なんですけども、一旦もしかしたら今週はというかね、今週からまた販売はお休みになるかなと思います。新しいの含めてたまったら出すし、もし20体集まれば今週も出します。また頭大きくなくていいんだよね。お腹空いてきちゃった。で開くと、こう先やっちゃった方がいいですね。よいしょよいしょ。そうなんで、ヤフオクはこの辺のね、こう体つけて入れるかもしれないですけど、意外とこの辺にね試作中のやつとかねポンポン置いてるんで、やらしく見えるところに、あれあれなんだろうみたいな、ワクワクしてもらえるといいですね。メインではそういうことしないので、サブだけそういうなんか変なことしてるんで、そういうところも見てもらえたら嬉しいですけどね。そういうなんかね
うん、ちょっとしたなんつうの小ネタというかそういうのが好きなので意外とありますよ。こっち先あれかな、ここ折っちゃった方がいいかな。多分ここで折ってるけど動画ではこう折った方がいいなって思ったな。でへこませてこんな感じでここもなぁ、なんかないんだよなぁ。こうかな。あ、そっかそっか、小ネタがね転がってるので、あ、これは何かわかるかもしれないけど、ちょっと見えづらいところにこそそういうのがね意外とあるんで、次作るやつとか撮影終わってるけど編集終わってないやつとか、まあ、試作中のやつとかね、撮影もしてないやつもねこの辺に転がしてるんでそういうのもまあ楽しみにしてくれたら嬉しいですね、画面を見ている方は。あー気楽。一応でこの白いのがな出ちゃうのがな悲しいな。白いとこがあるとちょっとなんかこう本物感が薄れてしまって、うん、よいしょ。本物に近いやつをね作りたいですね、今後ね、ガンガンとどんどん本物、パッと見本物ぐらいの、まあ色が色だけど、色がさもう黒とかだったらパッと見もほぼほぼありやんみたいな、本物やんみたいなとこまでいけるといいですけどね。そこまでおったら多分なんかテレビじゃないけどねえ、なんか取り上げられたら嬉しいですよね、メディアにね。なんかまとめとかまとめサイトとか、ちょっとでも折り紙まとめみたいなページには何のコメントもないけど、あの載ってたかな、ちょっとこう飛べますよみたいな URL とかついてるだけのサイトにはなんか勝手に載ってましたね。別に全然いいですけど、ありがたいですね、むしろ。外側折っちゃおうかな、こうへこませてね。でこの辺も折っていくと超根元付近。お、でもほぼほぼ動画と同じペースだな。そうそうそう、で内紙作っちゃおう。あ、 YouTube のねことをちょろっと、 YouTube のね投稿やってる方とか考えてる方にちょろっと情報を軽くお話しようかなと思うんですけど、中央のチャンネルページだと、まあ、1年間頑張ってきて毎月もらえるのは本当まあ小遣いって感じなんですけど、簡単に言うとそれがねどれぐらいの人のお小遣いなのかっていうのが難しいんですけど、高校、大学、大人、どうだろうな、家庭がある男性の小遣い程度じゃないですか、わかんないですけど、より低いかもしれないな。生活できる程度ではないですよね。困ったもんだ。それぐらいあればね、もう毎日折り紙やってりゃいいんですけど、まあなかなかそうはいかないですよね。こんなの絶対メインじゃ喋んないんだけど。絶対喋んないですね、さすがに。まあいわゆるだから底辺 YouTuber ってやつなのかな、一応ね。まあいつか本当に YouTube だけでね生活できたら
それは幸せですね、本当に。やっぱ自分の好きなことでね、ご飯食べていけるのは、生きていけるのはとても幸せですね。さて、こんなもんかな。よし。え、顎のところどうかな。何も解説してないけど。まあまあ、リクエストが来てるわけじゃないから、いいか。はい。胸オーロ。胸頭。そうなんすよ。でも、同じ時期に、ね、始めたぐらいの方も、ほとんど、その、収益というかお金をもらってない人の方が圧倒的に多いと思います。で、厨房はまだ幸せな方だなって、もらえてる方だなって思いますね。本当にありがたいです。見てくれる人にはね、本当にいつももちろんありがとうございますって言ってますけど、本当に心から本当にありがとうございますって感じです。まあ、いやらしい話はこんなもんにして置きましょうかね。はい。多分まだね、今後も YouTube は残っていくと思うんですよね。こんだけ全世界にあるものだから。おお、かっこいいじゃないですか。絶対左右バランス変わるんだよね。絶対一緒なら、ただ本物も絶対一緒ではないから、そこはあんまり気にせずやってますけど、ここがちょっと出ちゃうから折るんだな。こうだね。そうすると出ないと、こっちは出ちゃう。まあそうっすね、こんな感じかな。そう、世界といえば厨房のね、家族は、折り紙はね、世界の方に、日本、超日本文化ですけど、家族は好きなのは世界でもね、日本人が異常に多いですから、日本にいるとね、当たり前な感じなんですけど、子供の頃に家族は飼育するっていうのはね、海外の人はあんまいないんじゃないかな。そんなにね、特に大人になっても好き方は本当専門家研究者ぐらいのイメージですよね。あとは仕事としてトリコとかって呼ばれて、日本に主に輸出するために、その現地の方が仕事としてカブクワを取ったり、まあ黄金鬼とかだったら幼虫で取ってきて飼育して輸出するんですよね。こんな感じか。まあ、それはそれで、そのいろいろ、日本のね、方のために、需要を満たすために、もちろん現地の人の生活のためにでもありますけど、やっぱり自然がね、こう壊されるっていう事態もなくはないのかなってちょっとたまに思いますね。あんまりなんか難しい問題ですけど、本編だとここトゲ作ってないんですけど、実際はここトゲあるんで今作りました。なんか参考になればいいなと思います。はい、はい、こんなもんかな。ホイールはやりやすいな。うわ、かっこいい。これは入れたくなるな。じゃあ先週、前回、ギラファ入れちゃったんだよね。まあいいか。入れるか。んで、細頃。あれ、折れない。よいしょ。あ、この辺で折ろう。こうって。そうなんですよ。
あとね、中国の株価はその世界の方にもね、ちょっと海外の方にも見ていただけてるんですけど、 10% ぐらいです。10人いたら1人、100人いたら10人か、まあ、そんぐらいの方、他はもう全部日本のに住んでる方ですね。まあ、海外に住んでてる日本人の方が見てくださってるのかもしれないんですけど、もしくはでもね、 2,3 ヶ月に1回ぐらい外国の方が、海外の方がコメントくださるんですよね。あ、でもミドルネーム持ってる方とかからリクエストもらいますからね。持ってきちゃった。はい、頭できました。まあ、このもんすかね。かっこええやん。どうでしょう。だっていうのもあるんですけど、見てくださる方がいるっていうのもあるんですけど、やっぱりね、株価の折り紙だけじゃ、あ、なかなかこう見る人増えないかなと思って、株価でしかも折り紙なんでそんな多くないかなって思って、当初それでその海外の好きな方にも見ていただけるように英訳をね、テロップにつけてるんですよね、折り方のね。あれはもう正直めちゃめちゃしんどいですけど、 Google で翻訳してプラス、ほら、頭を折りますとか、例えばね、翻訳したりすると、あの、こいつの頭なのにあなたの頭とか出るんですよ。 Your head みたいな、やっちゃうで、頭を折るってやばいで、違う、その折り紙のっていうのを直したりとか、だからコピペも一発じゃいかないし、顎の話もチンって顎で出たりジョーって出たりするんで、でも基本なんとなくクワカブだったらマンディブルの方がいいかなと思って、下顎が顎のことらしいんですけど、ちょ、マンディブルって直したりとかしてますね。という感じで、今回も、完成いたしました。キラファノコギリクワガタ2です。マジで本物にかなり、まあここに本物ないからあれだけど近いんじゃないかな。ここちょっとやってなかったんで追加でやらせてください。あれ、そう、なんかこんな思った気がするんだけど、そう、まあ、テロップだけでも結構しんどいんですけど、まあ、カットが一番時間かかって、編集のことをちょっと言うと、英訳がなければね結構早くできるんですけど、結構悩みますね、そこは。もういいかなって思ったり、でもまあ始めたしなとか、 10% の方見てくださるな、やった方がいいんかなとか、一回やめてみようかなとか思いますけどね。わ、かっこいい。ちょっとじゃあ、完成したんですけど、本物よかったら、じゃあ大丈夫な人は持ってくるんで、ちょっと待っててください。はい、ちょっと久しぶりに本物ちゃん持ってきました。いやー、ちょっと待って、あれだね、でかいね、普通に折り紙で、こいつはね96ミリぐらいなんですけど、ね、全然小さいのと、あと体が結構こいつはでかくて、もっと顎長いんですよね、多分。一応最大種のフローレスなんですけど、まあパッと見は割とちょっと内脂が少ねえな、よくよく見たら。もっと作ってもいいな、内脂。ギラファ3でお会いしましょう。手が、まあ、こん
んな感じでございます。他のね、本当は今日羽化したやつを掘り出したんですけど、成虫を今日出そうと思ったんですけど、ちょっとねもったいぶって次回に出そうかなと思います。まあ2種類ぐらいですけどね、よかったらまた見てください。ここまでご視聴ありがとうございました。またよかったら聞いてくれたら嬉しいです。